よし。いろんな皆さんにあのコメントをしていただいてすごい嬉しいんですけど、ちょっと全部見れずに、極力あの見たものだけ、通知に来たものだけ返信させてもらったりとかしてるんですけど、ちょっと確認も追いつかずに申し訳ないことしてるんですけど、その中でも結構あの料理についてのレシピを教えてくれたりとかしていただけることがあるので、まあ、ちょっと名前出しているのかどうかわからないので出さないんですけど、ちょっと教えてもらったレシピをちょっと全部画面キャプチャーとかに取り込んでるんですけど、作ってみたいと思います。ちょっと今日はパスタを作ってみます。これちょっとパスタとかもどれが美味しいとかどれがいいかわからんので、とりあえず北海道産小麦のスパゲッティってやつ買ったんですけど、 400g、 茹で時間8分、半分ぐらい使ったらいいかな。スパゲッティ 100g に対し塩小さじ1杯なんで小さじ2杯ぐらいかな。小さじ1杯2杯ってこれもりもり入れるんかどうなんかがちょっと今一つわからない、まあちょっとやってみます。パスタの量を測れるやつがあったと思うけどないからわからない。こんなもんでいいかな。確かこれ8分茹でるって書いてるけど、7分ぐらい茹でたら多分1分少ない目ぐらいがアルデンテみたいになるって何かで見たことあるんで、こうやって入れるのかな。よし、でこれを茹でながら、他の食材の準備を。あら、ツナ缶と玉ねぎとピーマンを使うっていうことだったんで、ちょっと玉ねぎを切ります。ちょっとパスタ、じいちゃんとか食べるかどうか。よし、玉ねぎ食べてたのかな。ちょっと分量とかも分からんので、玉ねぎ半分とピーマン2つぐらいでいいかなって思って、それで作ります。
じゃない。こうか。こうが切りやすい。これ、今日2品作るんで、7分だった。パスタはとりあえずこれに揚げとこう。